はい、どうも、ケーキングです。今日ですね、ウィニングポスト10、縛りプレイ続きやっていきましょう。1989年1月1週から、難易度エキスパート引き継ぎなし、お守り使用禁止でやってます。まあ、1周ずつ行きますか。ブライアドコバネも。はい、勝ち。稲荷湾。シーズの周囲はなしです。スーパーゾノミレーダービーも行くか。どれか持ってきたいよね。こいつ持ってとこ。まあ大丈夫やろ。はい、勝ち。ミルリーフ丸、こいつは勝つ。スーパーウィンドウ、ムーニー丸。微妙か。3着か。キングレインボー、ここ勝たないといけないっす。ちょっとスピード上げとこうかな。違う、上げることできないですよ。調教はやっちゃいました。頼むぞ。カリナ上海先頭2馬身ほどのリード。よし、まあ来てる。手応えもいい。キングレインボー足色は十分。前に迫れるか。カリナ上海先頭、外からキングレインボー先頭、残り200m。粘ってくれ。キングレインボーさらに足を伸ばす。キングレインボー先頭、キングレインボー先頭だ。キングレインボー、オッケー。ゴールイン。スピードとか必要ない。2着はプラークバージャ、世界の大舞台で見事な勝利。キングレインボー、日本馬の強さを証明してくれました。アザレア、スーパーゾノミレはかなり強い。パワーエスプラになったか。エンブレムブライアでルナトラスルー。アザーレアはいい感じっすね。ブライアどこまでも。で、スーパーウィンド。あと OK っすかね。丸貝タイム。まあ、そうやね。お任せでいい。エンブレム。はい、勝つ。微妙。勝ったか。まあ建設はガンガンやってきます。スタークスーパー、これね、ちょっと変えたいんですよ。キングジョージと凱旋門。ここは、キングレインボー。やっぱこいつに任せたいね。
キングジョージと、凱旋門。キングレインボー行きます。あと、ミルリーフ丸。スピードエスプラ。こいつを持っていきたい。なので、スタークスーパーはね、ちょっと変えます。フランス牝馬三冠はもう一回取ってるので、もういいよね。やっぱトリプルティアラね。あとは、はい。ここ一周出して、まあ、これでいきますか。ちょっと厳しいけどね。ロンシャン。まあ、どっちか来るやろ。頼むぞ。スーパーウィンド。キング・グーラッシュ。勝った。レベランス・バツ。レインボー来ました。負けられない戦い。キング・レインボー。ここスピードいっとこう。はい、完璧。で、ミルリーフっすかね。精神は捨てます。勝負根性上げたいね。か、パワーか。パワーいっとくか。パワーにします。で、ミルリーフ丸。アイルランドダービー行って、その後、キング・ジョージやね。まあ、とりあえずこれで、で、凱旋門。まあ、こうっすかね。このローテで。スピアブリーズ必死に追います。この差は果たして縮まるか。キングレインボー先頭、あと 200m。 これは驚いた。まさに大差。2番手はスピアブリーズ。キングレインボー、これは敵はいない。キングレインボー独走。キングレインボーぶっちぎりです。2着はスピアブリーズ、3着にアストラサティン。キングレインボー、日本調教馬が海外の大舞台で堂々勝利。圧巻の走りを見せてくれました。スタークスーパー、はい、勝った勝った。
まあ大丈夫でしょう。アザレア、ヒーソン氏で、キングブライア。ミルリーフ丸。ローテ大丈夫か。1800いくか。まあオッケーですかね。ブライアどこまでも2600、3400。スーパーウィンドウ、オークス行かないっす。ムーニー丸と一緒に走るか。スーパーゾノミレ、まあ一緒に走ってもいい。ヒースの星、ヒースの星、まあこれでいきましょう。はい、これで OK。あとは大丈夫っすかね。ルナトラッスルー、ちょっと決めとくか。レベランス×か。じゃあこうしようか。疲労は大丈夫やね。この後どうするかね。まあ1200とかいくか。一周。まあこうっすかね。これでいきましょう。まあこいつまだ分かんないですけどね、どれくらいか。アザレア勝つね。ヒースの星勝ったか。ブライア勝ちました。エンブレムいきません。スーパーゾノミレー、そしてミルリフ丸。こいつらかなりレベル高いっす。シャダイカグラ、ウィーナスサークル、ミルリーフ、オッケー。スーパーゾノミレー、賢さエスプラ、パワーエスプラ、いやこいつはもう十分やね。スタークスーパー、これ鍛えとこうか。勝負根性、勝負根性が欲しい。まあ大丈夫でしょう。ミルリーフ丸先頭、1馬身から2馬身引き離す。あと 200m、 先頭はミルリーフ丸、残り 100m、 2番手はウィナーズサークル、ミルリーフ丸。この馬で決まりか。ミルリーフ丸強い強い。ミルリーフ丸圧勝ゴールイン。2着はウィナーズサークル、3着に桜北斗。ミルリーフ丸3冠取れるんですが、まあこいつは海外ね。
ロンシャン、キング・グーラッシュ、で、スタック・スーパー。まあ、こいつらもそこそこ。お、スターク、リーダー来ました。スターク、これっすね。ムーニー丸パワーディープラ勝負根性 D、 まあただスピードは高いタイプね。スピードでカバーしてる。ヒーソン C、 A プラ A、 S、 S プラか。まあまあ強いね。レベランス×スピード B、 キングブライアで、レベランス×。ムーニー丸。スピードでカバーしてる。はい、勝った。レベランス×。苦しい。ルナトラ。2着か。レインボーのスピード上げとくか。まあでも落としてもいいんすよね。別にどっちでもいいんすよ。スーパーゾノミレ、レインボーのスピード上げとくか。はい、オッケー。残り400、休み明け。意地のぶつかり合いだ。キングレインボー先頭、後続とは3馬身以上の差。これはセーフティーリードか。200を切った。キングレインボー意地を見せる。グレートコミュニケーター頑張れるか。キングレインボー先頭、2番手はグレートコミュニケーター。はい、キングレインボー1着、2着はグレートコミュニケーター、3着にリバーメモリーズ、キングレインボー。日本調教馬が海外の大舞台で堂々勝利。圧巻の走りを見せてくれました。根幹距離ゲット。マルガイタイム。コバノリッチ先頭、外からどう。200を切った。コバノリッチ伸びてきた。外から一気に突き抜けるか。同感情一気にダイナレタ。コバノリッチ先頭だ。もう人伸びないよね。1着、2着は微妙です。見事に勝ちました、コバノリッチ。よし、勝った。さあ、ヨーク誕生です。今年はどうだ？暁か。初めて来たね。カッパギマルか。いいね。カッパギミが20丸。ミカが丸。これダメっすね。
カッパギミカ20丸。これか。キングスーパーの子。熱いね。楽しみっすね。あとは、まあ、ミカ20丸。まあ、惜しいね。カッパギミカ20丸。カッパギミカ20丸。カッパギミカ20丸。これもやね、テスコどちらでも、ミルリフ欲しか。いいじゃん。あ、ミルリフ欲しい。いいじゃん。自家製サンバガンガン使ってきますよ。大問題なキングスーパー。これもゴリゴリの自家製サンバ。カロライナ丸の子か。いいじゃん。はい。オッケー、ヒーストン欲しい。最速ブライヤー。あ、こいつはね、スピードでスプラッシュ。海外っすかね。あとは柵越えハートか。あ、これもね、良さそうっすからね。海外持っていくかもしれないです。的場さんだいぶ上がってきたね。はい、 OK。 連戦連勝キングエンブレム。いや、ここ大丈夫か。キングエンブレム先頭、2馬身から3馬身引き離す。八重の無敵、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。キングエンブレム先頭、残り 200m を通過して、後続は何も来ない。2番手は稲荷番、後続は、いや、強くなりすぎたな。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は稲荷番、3着に八重の無敵。八重の無敵、キングエンブレム素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。稲荷番、八重の無敵、フレッシュボイス、川島ウィング。エンブレム、じゃあちょっと考えよう。決めてなかったか。そうやね。こいつはね、めちゃくちゃ使いやすいんですよ。安田記念も言っとくよ。疲労厳しいな。スーパーゾノミレー、桜花賞です。
最速ブライア。ちょっとこいつ鍛えとくか。まあパワーいっときますか。あとはサクゴエハート、メンタル、まあなんか低いと思うんすよ。まあでもやっぱパワーかな。アザレア、はい、勝ちまくる。厳しいな。さあまずは一つ目、スーパーゾノミレイ、いい足、ここから勝負をかける。ムービーソーシャル先頭、スーパーゾノミレイ伸びてきた、ここで先頭に立った。スーパーゾノミレイ200を切った。スーパーゾノミレイ余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手は車台神楽、スーパーゾノミレイ1着、スーパーゾノミレイ完勝。2着は車台神楽。まあこの世代は車台神楽、あとはライトカラーとかですかね、に勝てれば OK です。なんでこの89年か、ここはねどっちも取りやすいね。ボバは、ウィナーズサークルとかバームビギンとかか。どうだ。おお、勝つか。さあ来ました、ダイジェスト。レインボーアンバー先頭、外から勢いよくミルリーフマン、行くぜ。あと 200m、 やはり最後はこの2頭だ。2番手はウィナーズサークル、ミルリーフマル、差を広げるミルリーフマル、強い強いミルリーフマル。はい、 OK。 ゴールイン。2着はウィナーズサークル、3着に桜北斗。桜北斗、まさに意地と意地のぶつかり合いでした。この一戦を制したのはミルリーフマル。まあドクタースパートですかね。まあこの辺に勝てれば。いきません。キングレインボーでムーニマル、スーパーウィンドウ。キングレインボー、まあここは飛ばすか。2着、ムーニー丸が勝った。いろいろ決まったね。レベランスバッツまあ全然稼いでないですからね。ということで、今回ここまで。ご視聴ありがとうございました。